お帰りー。意外と早かったね。あ、そうなんだ。予定早めに終わったんだ。よかったじゃーん。と、言いたいところなんだけどさ。ごめん。まだ料理できてないんだ。もうちょっと時間かかるから、ゆっくりしてて。えここで見てるの 明かりが料理してるところをうーん、別にいいけど。うーん、なんかプレッシャーだな。ねえ、本当に時間かかるから、リビングで待ってていいよ。えどうしてもここにいたいのうーん、じゃあ、しょうがないな。わかったよ。 じゃああかりの良き話し相手になってね。えへっ。ありがとう。あかりね、今日一日休みだったからさ、お洗濯したり、お買い物行ったり、結構充実してたんだー。でも、充実し,しすぎてかー、ご飯作るの遅くなっちゃったのは、ごめんなさーい。えへへへ。で あなたはどんな一日だったうんうんうんえー、そうなんだすごいじゃあよく頑張ったねんなでなでしてあげたいんだけど今ちょっと手がふさがってるからセルフなでなでよろしくでーすはいなでなで <laughs> お互いいい一日だったね そんな一日の終わりに、あかりの手料理食べられるなんて最高じゃん。あ、まだできてないんですけどね。すいません。疲れてるでしょ、うん、リビングで休んでください。はい、お話終わり。んねえ、いつまでそこにいるの 向こうでゆっくりしてなってて料理してるとこをじっと見られてると緊張しちゃうんだけど知らないからねあかりが塩と砂糖間違えたり麦茶と醤油間違えたりしてもんどうしてもあかりが料理するとこ見てみたいの 何回も見てるじゃん。ふ仕方ないなぁ。んーいつも言ってるけど、今日だけは許す。でも、なんだかんだ、近くにいてくれるのは嬉しいかも。うわ、やばいやばいこんなにのんびりやってたら出来上がるの夜中になっちゃうじゃん。え 作ってるかってあ、今日はほうれん草のおひたしとぶりだいとあともう一つなんだと思うチクタクチクタクチクタク考えてよなん <laughs> でしょうかヒントはあなたの大好物ですピンポーン大正解 喜んでほしくてさネットでレシピ調べて慌ててスーパーに買いに行ったんだよ一生懸命作ってるんだけどあかりほぼ初挑戦だから期待はしないでねもうちょっとで出来上がるから待っててやっぱり大切な人と過ごす時間っていいね。 え何なんか笑ってない急に改まってどうしたのってそれは、なんとなく今、そう感じたの。あかりってさ、普段いろんな人に出会う機会が多いんだよね。だから、まあ、その中にはさ、 すごい面白い人とか、すごい刺激的な人に、まあ、たくさん出会ったりもするんだけど、でも、あなたの前では、その自分でいられるっていうか、他の誰よりも、心地いいんだよね。なんていうのかな。幸せって感じああなんか、 汗かいてきた。恥ずかしいね。いや、急いでご飯作らなきゃ。あ、そうだ。先にお風呂入ってきなよ。その間に準備済ましちゃうから。うん、うん。明かりは後から入るから大丈夫。ほら、早く行っておいで。やっぱり、後ろで見られてると緊張しちゃうからさ。ゆっくり、お風呂使ってきてね。 あかりは今から焼いたり煮たり大変なんです。ああ、忙しい忙しい。特別な人に食べさせる料理だから気合い入れなきゃね。んそうだよ。あなたはあかりの特別な人。特別な人。これ以上言わせないで。ダメ。 言わせないで。お願い。わかって。今は、これ以上は言えない。わかりにこれ以上のこと、言わせないでよ。わかってる。わかりだって苦しいよ。でも、理解して。どうしてって。 分かってるでしょだって。だって、あかり。人妻なんだよ。えどうして今日は出張で帰ってこないって言ってたのに。やばい、やばい。